はい、おはようございます。おはようございます。横山君、はい、まあぼちぼち頑張りをとるところやね。ぼちぼちですね。ねえ、はい、うん、まあ横山君のね、ファイトあふれるね競争がまた見えるということで、この3日間がね楽しみにしようけどね、はい、で体調はどうで？いいです。はい、はい、で練習の自転車の伸びはどうもね、最近いい方だとは思ってます。はい、それで横山君が明日あさってぐらいにちょっとひょっとしたら雨が降るかもかな。けど雨の日を引いた日ということは好きかい嫌いかい？いや、僕はあんまり気にはなります。気にはならん。はい、うん、なあ、普通、普段普通通りということだよね。はい、うん、それでこの季節になってきたら高知競輪場結構バック風が吹くもね。はい、どうですか風は？嫌いです。嫌い？はい、大嫌いです。うん、まあけど今度の高知競輪場のバックヤの競輪は好きとか嫌いとか言うてもら困るぐらいだもん。はい、頑張らないと。ね、はい、で明日奈良レースということやけど、横山君はこの増成君の後ろへつけるということで、え、はい、ね、はい、まあ今回のメンバーの中で増成君ったら信頼を受ける人や。そうですね。はい、それからまあこの人は一着を出ろで走る人やよね。はい、持ってこいやね。そう、はい、うん、横山君そらそうとよ、増成君の後ろをビシッとつけたらよ、自分では抜けると思うて、抜けると思う。増成君は後がかりの方やき、うん、まあ思うかでいいきよね。はい、自分がこう思うで言うてもたらどう？かわしたいです。かわしたい、生まれたら。はい、うん、横山君のスピードなら、スピードならね買わせると思うね。はい、それでこの初日はねうまく乗り切ってもろうて、勝ち上がってもろうて、準優勝戦へぜひ乗ってもろうて、またそこではええところを狙うてもろうて、この3日間期待がかかると思うので、ね、はい、この3日間を横山君がどうして期待がかかるって俺私がいいか分かる。横山君がね、走ったらね、体は小さいけど、肺頭は大きい。肺頭は大きい。ね。ではあんまり大きいのは、選手にとっては、ええことじゃないけどね。はい。肺って、肺頭も大きいのが、あんまり好ましいことじゃないと思うけど、明日一つ、その気持ちで頑張ってもろうて、補充で入ってきた気持ちで頑張ってもろうて、はい、明日はぜひ一着いてほしいね。はい、頼むね。はい、工事の不安はね待ち受けよ。はい、うん、だからこの3日間はね元気に終わらせるように頑張ってください。はい、はい、どうもありがとう。